前半スタート。国大会1回戦フェラーダスターズ対オーキング FC チーム G です。さあお互い10人対10人です。ショートコーナー、ナイスブロック、大丈夫かな。あ、続けてる。ひどい、続けた。おぉ、入っちゃった。
チャンス、チャンス、おっと、押し押し、一発行こう、一発。あら、キアンさんじゃないか。
まずい。やばい。危ない。これは危ない。ナイスキーパば。おーっと、やられた。ナイスボール。おお。惜しい惜しい。あと12分。ナイス。もうトップ。ああマイナスにしちゃった。アディ。
おーっと、ナイスキーパー、オーバーヘッド、ナイス。ピア、やばい、あー残念。4-0 か。いやークリアがちょっとちっちゃかったですね。っていうかゴール前にクリアしちゃったんで今のは。そうね、しゃあないです。っていうか吉村さんキーパー入ってくださいよ。いやあれコンでしょ。いやちゃいます、コンさん今日お休みです。マジで。はい、キーパーいないんですよ今、山本さんがやってます。あちゃ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 、着替えないですか。やれないですか。着替えないよ、仕事中だよ。マジっすか、やれないですか。今10人でやってるんですよ。あえ 10対10の試合じゃなくて。違います、お互い10しか集まってないみたいです。マジで。はい、でもフィールド的にはいいよね、10対10、ね、まあそうですね、広さ的には10-10の方が。あーあーマジか、これ何点目。オンゴールか。今 5-0 です。負けている。なんか入っちゃう感じっすね。入っちゃう感じ。なんかもう流れがあります。なんかバルサに流れがある。もうシュートがほぼ枠に行くとか、もう当たっ、さっきのもそうですけど当たって入っちゃうとか。でも結構欠席者確かに多いよね。金とかも出ないでしょ。誰ですか。金とかドクとかもいないでしょ。あ、金谷さんいますよ。本当に。はい、金谷さんほどです。あそこの2番金か。そうですね。いや吉村さんやれないですか。申し訳ないんだが。本当ですか。多分今季はちょっと出れないかもしれない。あ、そうですか。うん、やっぱり新しいとこ引っ込んでる、行っちゃってるんで。はい、やっぱり慣れたりいろいろやること多いんで。へえー、そうなんですね。あれ観光のあれですよね。うん、来週実は入ってる。あ、そうなんですね。両国の今9月場所じゃん。はい、今の相撲の、はい、で地方から来られた方、いわゆる相撲のゆかりの地にご案内コースみたいなやつなんで。ああ、そうなんですね。あ、そうそう、この間びっくりしたんだけど、はい、超偶然なんだけど、はい、近藤志保ですね、はい、昨日、この間か、はい、お客様としてお見せしました。あ、たまたますか。超たまたま。本当ですか。すごいですね。吉村さんって言われて、はい、それに乗った瞬間に近藤さん気づいたんですか。そう吉村さん、そうなんですね。いや近藤さんがなんか吉村さんのタクシーに乗ってるみたいなことを LINE のグループに投稿したんで、ヨッシータクシーなうって書いてある、あの書くとか言ってたんで。そうだったんです。あれ偶然だったんですね。めっちゃ偶然、びっくりした。すごいですね。いやかなりミラクルでしょう。ですよね、うん、ああ、これは強襲を決められてしまった。もう相手のシュートがほぼコースがいいんですよ。いやあれ多分俺の止められたか微妙だよ。いや相手のシュートがほぼなんかサイドネットばっかり行ってるんで、流れ来てますね。もう 6-0 です。これうわー、2桁来ちゃうか。もうこれいや流れがいっちゃってますね。オーバー大会じゃないよね。違います、組大会トーナメントです。負けたら終わりですよ。チャンス、1点決めたい、1点決めたい、1点決めたい、1点決めていきたい。吉村さんもロングキック練習してます。練習してる。練習、本当にあれくらい蹴れるようになりたい。やりましょう。なれるかな。なれますよ。やっと最近チャリンコ買ったからさ、はい、やっと一人練習あの辺でできそうかな。あ、そうっすか、うん、今まで機動力なくて身動きが取れなかったから、はいはい、あーっとダメになった。僕も埼玉の朝霞から自転車で来てますよ。朝霞に行ったの。あ、そうです。今朝霞に住んでます。
川口さん近くじゃないですか。僕が川口市東両家ですよ。あ、そうなんですか。近い。まあ、そこそこ距離ありますけど。あらあらあら、だってあの西と東のあれなんだよ。そうですね。川口にいますんじゃないですか。川口、会社が入り屋だから足立、はい、うん、足立の方の入り屋ね。台東区入り屋じゃないよ。あ、そうなんですか。同じ足立区入り屋だよ。同じ名前があるんですか。全く同じ名前。へー、非常に面倒くさい。そうなんですね。台東区の入り屋でしたら前近くに住んでたんで分かりますけど、めっちゃ近い。そこからは結構上の方に北千住の公園で、はい、トネリ公園とかで分かる。名前だけ分かります。日暮里トネリライナーの隣ですよね。そうあそこ、あの辺、あの辺めっちゃ正直チャリン来ないと話にならない。あ、そうですか、うん、新宿に住んでた頃とはもうえれい違いだ。へー、東大スキック行きさ、さ、ワンちゃんワンちゃん、今日コーン来れなかったのか。そうなんですよ、俺は出るもんや出るもんやって思ってたからね。わー、ナイスボールだね。オフサイド、まさかの。点差あるから流してくれよ。本当ですよ、あと2分で前半終わりです。もう少し試合面白くしようぜ。いや、6-0 はもう少し試合を面白くしようぜ。本当ですよ、吉村さん、次の来週も金曜日来れないですか。ちょっとね、今季は本当に厳しい。本当は今会社ど新人だから、はい、無茶ができないというのもあるし、はい、正直ね、お金もあんまりない。あ、そうなんですか。転職して収入は増えました。いや、まだだね。増えないですか。一応観光オファーが来るようにというか、やっぱり土新人時代って研修とかの給料だから、はい、やっぱ少なめ少なめなんで、もう少し軌道乗るのに時間かかるだろうし。そうなんですね。おお、っと危ない危ない。ナイスセーブ。あれ、普通のお客さんを乗せるタクシー業務と加えて観光って感じですか。そう、だから次のオファーは例えば9時半からお客さんを某ホテルで迎えて、はい、で、まあ相撲入、例えば権力八幡宮って、いわゆるあの門中、門前仲町とかこの辺にあるんだけど、はい、あそこが相撲ゆかりの場所とかだから、ああいったところを回ってからのみたいな。で、両府に行って、お客様をその9月場所が始まる2時半とかその辺に、まあ、お送りするまでにいろいろちょろちょろ回って若干観光案内をしちゃったりして、その後にあのうちの会社だと終わった後に一回会社まで帰んなきゃいけない。帰って、まあ、乗るのがハイヤーだから、はい、ハイヤーを、まあ、乗って、そこから、またタクシーに乗り直して夜仕事する。そうなんですね。そんな感じです。でも単価とかはいいからね、やっぱ観光とか。そうですよね。てかもうあれですよね、結構いわゆる裕福なっていうか、まあ、そこそこお金持ってる方がお客さんですよね。わざわざなんていうか団体ツアーじゃなくて、そういう個人ツアー的な感じで。